こんにちは、私はマイカだっぺ。今日はみんなが暮らしている新潟市の農業の特徴や課題について勉強するよ。最初に突然だけどみんなに聞くよ。新潟市でたくさん収穫できる農作物って何だと思う？やっぱりお米って考える人がたくさんいるよね。町から少し離れるとたくさん田んぼがあるもんね。じゃあ新潟市のお米の収穫量は全国で約1700ある市町村の中で何位だと思う？なんと新潟市は全国1位。しかも2位との差は倍以上離れていてダントツなんだよ。都道府県で比べた時、新潟県が米の収穫量日本一ってことは知っていたと思うけど、市町村で比べた時、日本一が新潟市ってことは案外知られていないんだよ。ではここでクイズだよ。新潟市全体の田んぼの面積は次の3つのうちどのくらいだと思う？ちなみに新潟市の面積は約72640ヘクタールで、1ヘクタールは一辺が100メートルの正方形の面積のことだよ。学校のグラウンドの面積がだいたい1ヘクタールくらいだよ。正解は約28300ヘクタール。グラウンド約28300個分だから、新潟市は約 40% が田んぼだよ。田んぼの広さも市町村別ランキングで全国1位だよ。新潟市の農業の特徴として、お米の収穫量や田んぼの広さが全国1位ってことが分かったと思うけど、お米しか作っていないと思う？それとも他にも何か作られている農作物があると思う？何か思いつくものもある？実は新潟市はお米だけでなく、各区でいろいろな農作物を生産しているんだよ。砂丘畑ではスイカ、メロン、大根など、内陸畑では枝豆やナスなどの園芸作物、そしてトマトやほうれん草など野菜を中心とした季節型栽培も盛んだよ。果樹では梨、桃、ぶどうなどがあるよ。日本梨や西洋梨、大根やスイカなど全国に匹敵する園芸作物が多くあるんだよ。食べ物じゃないけど花の生産も盛んで、チューリップの切り花の出荷量も全国でトップクラスなんだよ。消費される食料のうちどのくらいの量を自分たちで生産しているかを表したのが食料自給率なんだけど、新潟市は食料自給率も全国に20ある政令指定都市の中でもダントツで1位なんだよ。農業の生産をお金に換算した農業産出額は全国の市町村で第6位。以前はもっと上にいたこともあるんだよ。全国的に見ても農業が盛んな市であることが分かったよね。また新潟市は農作物を生産するだけでなく、おせんべいやパックご飯などの食品産業も盛んな都市なんだよ。全国的な企業がたくさん集まっているよ。新潟市は農業が盛んな都市で食品関連産業も多い、まさに農業都市新潟市だね。そんな新潟市だけど、これから先もずっと豊かな農産物に恵まれた都市でいられるのかな？マイカ、ちょっと気になることがあるんだっぺ。農業をしている人が10年間で約3分の2になっているんだよ。しかも65歳以上の割合が 70% 近くで、若い世代の人がとっても少ないんだよ。従事者の減少や高齢化が心配だね。農業を引き継ぐ後継者が決まっていない農家が全体の 76% もあって、この先農業をする人がいなくなったらどうしよう。このような課題を解決するために新潟市では様々な取り組みを実施しているんだよ。スマート農業とか6次産業化って聞いたことあるかな？スマート農業は
農業に先端の技術を導入して農家の負担を軽減したり生産効率を高めたりする取り組みだよ。6次産業化は農作物を作るだけでなく農作物を加工したりそれを販売したりすることで農家の所得向上や雇用の確保を目指す取り組みだよ。とっても興味深い内容だからぜひみんなからもいろいろ調べてほしいだって。